エリマキツは、端子金門新生端子金庫姫ツ土グ木、姫ツ土グか姫土チグ属のキノコ。小実体は、幼児は、区合状をなし、高さ、直径ともに1から4センチメートル程度、くすんだ木褐色で、しばしば部分的に、オリーブ色を帯びており、多少、鱗状をなし、基部から、発生基質にかけて、細かく分岐したヒゲ状の根状菌枝束を広げる。 成熟すると、厚い外皮は、長短から放射状に裂けて開き、放射界を含んだ、変球形の内皮を露出し、全体の計3から8センチメートル程度になる。正常に裂けて開いた外皮片は外側に反転し、薄い外層と厚くてもろい中層とで構成され、中層の基部は内皮の根元を取り囲むように、襟状をなす。外皮中層の内面はほぼ平滑で、戦時には、 淡いオレンジ褐色であるが、古くなると、暗褐色となる。内皮は丈夫な角質で、計1から3センチメートル、上下にわずかに潰れた球形。その表面は淡い灰褐色ないし赤褐色で、ほぼ平滑あるいはかすかに毛羽立っており、上部はやや円錐型に小さく突出し、その先端に1個の頂粉を開き、内部に形成された胞子は、 腸甲から紛失して分散する。腸甲の周囲は繊維状の組織に囲まれ、その付け根は浅い円形のくぼみとなる。内皮の中の組織は最初は純白色かつ肉質であるが、成熟すれば紫褐色を呈し埃りまみれの古い面状となる。胞子はほぼ休憩で厚い細胞壁を持ち、その表面は先端が丸みを帯びた多数のイボに覆われる。 短式は、とっくり状なし、3から8個ずつ胞子を生じる。禁止には、かすがい連結がある。湿った個体神奈川県川崎市、2014年11月、湿った個体の裏側神奈川県川崎市、2014年11月、乾燥した個体茨城県つくば市、2016年9月初夏から、秋にかけて、公園内や林内の腐食室に飛んだ地上に群生あるいは、 点々と発生する。植物の落ち葉や細い枯れ枝などを分解して栄養源とする不正菌の一つである。北半球の温帯域に広く分布する。無毒と考えられているが、食用的価値はない。尖り袋土栗、ギストラムレジェニフォーベピットは、通常は外皮内装の基部がない日を襟状に取り巻くことがなく、内皮の表面のほの毛がより顕著で、 講師が幾分小さいことで区別されるが、野外での識別は時に困難な場合もある。ありがとうございます。